加速度表示器の電源を入れます。加速度表示器を斜めに傾けます。加速度表示器を使って自由落下運動の加速度を調べます。加速度表示器を台車の上に乗せます。加速度表示器が乗った台車を動かし、加速度運動と同速度運動の様子を調べます。力学斜面台を設置します。加速度表示器が乗った台車を斜面台の上で動かし、加速度運動を調べます。速度にかかわらず、台車にかかる重力は常に一定であることがわかります。